ドレスデンの市街にある、ゲオルクヒゲコのの馬姿のレディーフゲオルクは、アルベルティン系のザクセンコゲオルクヒゲコの呼び名で知られる。ザクセンコアルブレヒト三世とその妻で、ボヘミア王イジース・ポジェブラとの娘であるズデンカの、間の長男として生まれた。父が1488年にフランドルとフリースラントへの遠征に出かけて、不在だった時、ゲオルクは、父の代理を務めて、 最高上の経営など様々な国務を取り仕切りった。1500年に父が死ぬと、ゲオルクは名実ともにアルベルティン系作戦広告の統治者となった。ゲオルクは一時は聖職者の道を歩むことが定められていたこともあって、高度な教育を受けており、ラテン語に精通し、進学上の問題にも関心を寄せていた。また、金曜も騎士団の騎士でもあった。 一方、弟のハインリヒは、父から、フリースラント地方の領土を相続していた。しかし、フリース人たちは領主であるハインリヒに反抗し、ハインリヒは1505年5月30日に、自分では、統治できない、フリースラントの支配権を放棄して、兄のゲオルクに、これを譲り、自分は、フライベルクとボルケンシュタインの大官の地位に落ち着いた。 フリースラントでは1514年から1517年まで、ゲオルクとフリース人の族長で、フロー人間に本拠を置く、オストフリースラント博エッツァルと一世との間で、フリースラントのフェーデと呼ばれる戦争が続いた。ゲオルクは、ヤンフスやマルティンルターといった宗教改革者の解く新しい教義に対し、断固とした敵対姿勢を取った。1523年には、 自分の両国内に普及していたルター派聖書をすべて没収している。1525年7月、北ドイツのカトリック信徒の有力諸公たちと共に、さらなるルター派協議の拡散を防ぐことを目的としたデッサウ同盟を結んだ。しかし、彼らの努力も虚しく、北ドイツの諸法全域に宗教改革が入り込んでいった。ドイツの王民戦争中の百二十五年五月、 ゲオルクは、無子のヘッセンホーハクフィリップ一世及び、名優のブラウンシュバイク・ボルフェンビュッテル公、ハイン・リヒ二世と共にフランケンハウゼンの戦いで、農民軍を壊滅させている。1496年に、ポーランド王カジミエシュ4世の娘バルバラと結婚し、以来38年間連れ添った。1534年に、バルバラが死んで、以後、ゲオルクは、 妻の母に服して、髭を剃ることをやめたため、髭公のあだ名で呼ばれるようになった。ゲオルクの後継ぎ息子ヨハンは病弱で、1537年には子供のないまま亡くなった。知的障害のある下の息子フリードリヒが四継ぎになったが、フリードリヒも1539年2月26日に死去。ゲオルクも4月17日に亡くなった。ゲオルクはルター派に回収していた弟ハインリヒが、 アルベルティン系作戦広告を継承するのを阻止しようとしたが無駄に終わった。妻バルバラとの間に10人の子供を設けた。ウィキメディアコモンズにはデオルクでアバーティッチに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。